を聞いてください。明日世界は終わるんだって、君にはもう会えないんだって、またいつかって手を振ったって叶わないんだよ、仕方ないね。明日世界は終わるんだって、それならもうその時まで何度でもずっと好きな音を鳴らそう。ちょっと難しい。どこちゃん、嘘が闇包まれた見覚えのない場所、目を覚ます、ここは四度のない世界、今日で終わる世界、そんな日にあなたに出会った、好きにしていいとそれだけ残して、どこかへ行くあなたの遠ざかってく、そしてまた一人よどんだ空気の中で、ありふれたあの君をただ思い返す、終わりが来ることを待つ世界で、辛い過去も嫌な記憶も忘れられ、知らせる営みの消えた街の中を、明日にはもう終わる今日に、何を願う、何を祈る。ありがとう、ドクちゃん。キアスヤさんもルシルちゃんもキラコメありがとう、ドクちゃんもありがとう。どこかから不意にかすかに聞こえてきたのは、ピアノの音、遠い日の音、誘われるままに呼吸を合わせるように、重ねた歌をして、閉じ込めてた記憶、奏でる音が連れてきて思い出、気が付けば止まったピアノ、いつの間にか流れた涙、続きを鳴らそう。ありふれたあの日々をただ思い返す、明日がやってきたならね、その時は二人一緒になんて。わー、どこフライ。ありがとう、どこちゃん。夜遊びのアンコールでした。かわいい。ありがとう。かわいいわ、声優ピ。ありがとう、どこちゃん。めっちゃ高い、これ。やっぱ超難しいね。